はい、皆さんこんにちは、ヨゴマックスでございます。本日日にちが12月の1日でございます。はい、ということで、まあ12月に入ったわけなんですが、まあ早々ね、風邪をひいてしまいました。もう喉が痛くて鼻水が結構やばいって感じなんですが、今回ね、喉と鼻だけなんですが、まあちょっと辛いですね、やっぱり喉が痛いっていうのは。っていうことなんで、皆さんもね、まあ、これからね、お正月とかいろいろあるのでね、まあ、風邪ひかないように、気をつけてください。はい、ということで、今回はですね、いや待ちに待ったあれが届きましたよ。はい、何かと言いますと、いきなり見せますよ、いきますよ、じゃじゃーん。加藤の 225系 100番台の新快速8両セットです。なんか12月に延期になったような話をね、ちょっと聞いたんですが、なんと今日届きました。今日急に来ました。なんでちょっと僕もびっくりで、何頼んだっけなと思ったら、まさかのこれが。なんかよく発売日がわからないんですが、先ほど今日届きました。はい、ということなんでね、まあ、早速、開けていきたいと思います。はい、では早速こちら開けていきたいと思います。はい、いや楽しみですね、本当に。はい、では開けます。一番緊張しますね、これ瞬間が。よっしゃん。おお、まだ何も分かりませんけど、まず説明書が入っております。はい、おお、すげえ、あ、かっこいいですね。横だけなんですけど、まだ横しか見てませんが、かっこいいですね。じゃあまず先頭していきます。おお、わ、なんか表示器めっちゃでかい、細長い、すごい。じゃあ前面いきますよ。お、やべえ、へえ、すごい、ライトの形、これ僕大好きなんですよ。やばい、超リアル。ここに穴が開いてるんですが、これはなんだっけな、転落防止のなんかパーツかなんかを取り付けるための、まあ、穴になってるんですけど、これは撮影後に取り付けていこうかなと思います。いや、かっこいいっすね、随分。やっぱりびっくりしたのが、この行き先のね、表示がね、めちゃめちゃでかいんですよね。な感じで、まあラインカラーはね、普通の223系と変わんないですが、いいですね。じゃあ続いてはここ貸し上げますか。あ、モーター車かなこれ。こんな感じでいいですね。パンダグラフがカチャ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 やってるけど、こんな感じです。片方でいいか。はい、では3号車、これは普通の中間車でございます。はい、まあ、特に変わりはない。4号車、これも普通ですね、特に変わったところはないです。こちらですね、パンタグラフが片方ついております。こんな感じです。はい、6号車、7号車、はい、ラスト8号車です。はい、顔は一緒です。はい、でここはパンダグラフついてますね、こっちに。はい、ではね、早速、ライトを点灯させてみたいと思います。はい、ということで早速レイアウトに車両を置いてみました。ちょっと実はですね、見てください、転落防止のね、パーツこちらつけました。右側がですね、まあ1号車なんですけど、これは普通のサイズなんですけど、こっちちょっと小さいんですよ、パーツが。で、なんでかっていうと、例えばこれ連結させた時に、その車両がね、カーブとかでぶつかんないようにちょっとこう小さめのパーツと両方入ってたんですよね。で、こっちは大きめのパーツ、大きいっていうか普通のサイズで、こっちがちょっと小さいやつなんですが、まあ、比較するとね、結構大きさ違いますね。もしかしたら今後ね、4両編成、買って、12両編成とかやってみたいのでね、まあ、このパーツとこっちはつけました。
はい、ということで早速ライトをつけていきたいと思います。ヘッドライトいきます。じゃーん。おお、いいっすね。内側が黄色になってますね。で外側が白色のライトになってます。すごくリアルに再現されてますね。はい、ではテールライトいきます。じゃーん。おお、かっこいいですね。僕この車両テールライトのこのなんつうんだろう、このテールライトが好きなんですよ。テールライトのこの顔が好きなんですよ僕は。225系の100番台はいや、めっちゃかっこいいですね。やばいっす。僕0番台の225系持ってるんですけど、正直100番台の方がかっこいいかもしれません。これよかったらね、きっと4両編成の付属も買って本当に12両でちょっと走らせてみたいですね。まあそれはいつになるか分かりませんが、まあ、そのうち4両編成も買ったらね、すごい、12両編成で、やってみたいと思います。はい、おすすめです。まだ実際に走らせてないのでね、まああれなんですけども、見た目はもうすごいかっこいいです。でこのパーツなんですけど、このパーツ取り付けるのは特にあまり難しくなかったです。普通にもうね、ボンド使ったりとかしないので、そのまま、はめるだけなので非常に簡単なんですが、まあちょっとね、パーツをこれカッターナイフで切るときにね、まあちょっとパーツなくしちゃわないようにね、まあそこだけ注意していただければ、あとは大丈夫じゃないかなと。取り付けは非常に簡単でしたので、はい、良かったです。ということでね、新商品なので皆さんぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。噛んじゃった。さよなら。